毎月第3日曜日に坂出駅前で開催される駅近坂出楽一楽座の3月市が21日に開催されました。あいにくの天候と朝から濃い霧が立ち込める坂出駅前ですが、出店店舗25軒が軒を並べました。この楽一楽座は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年1月は中止となり、先月2月は復活したものの、音楽ライブなどのステージイベントは行われませんでした。しかしこの日はステージに訪れた方の検温と手指消毒を徹底し、その証となる赤いリストバンドをつけた方だけが参加できるというルールを徹底することで、3ヶ月ぶりにステージイベントを復活させました。久しぶりのステージイベントに来場者からは手拍子やお気に入りのアーティストを撮影するファンなどの姿があり、駅前には久しぶりのにぎわいが戻っていました。始めることが愛なんだ。振り向いてばかりじゃダメ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 だよベイベー。きっと涙も愛なんだ。明日の太陽。今日のこの状況っていかがですか？最高です。ちょっと天気がね曇ってますけど、今回はいつもでしたら岡山からとか県外組が多いんですけど、今回は香川県の中で、アーティストさん頑張ってくれてる人たちを出そうということで、7組ですけど楽しんでもらっております。今日久しぶりにステージに立たれてどうでしたか？はい、本当に久しぶりだったり緊張したんですが、やっぱり皆さんの温かさにも励まされながら精一杯ステージできました。ありがとうございます。来月が10周年で、もう僕らの中では10年一昔っていうぐらい、10年前振り返った時にこんなに続くと思ってなかったんです。だけどやっぱりその続けてきた結果が来月パッと花開くように頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひ遊びに来てください。坂出楽一楽座は10年前の2011年に始まり、来月4月18日で10周年の節目を迎えます。その企画として楽一楽座の新しいロゴのデザインについて実行委員会の中で募集していましたが、その発表が行われました。こうなったということで、当選というか選ばれたのがエントリーナンバー14番のこの14番ですね。坂出楽一楽座、次回10周年記念祭の4月1は4月18日の日曜日に開催が予定されています。この日は東京オリンピックの聖火リレーが予定されており、駅北口の花水木広場がゴールとなるため、終わり次第市を開催することになっています。また当日は新しいロゴの入ったデザインエコバッグが200個限定で配られるということです。